諸行新聞は、個人運営による日本のテキストサイト。実際にありそうで実は存在しない、ネタをニュースとして掲載している。2004年3月に、滋賀県在住の塾講師、UK によって、すでに運営されていた個人サイト、くすのコーヒーハウス上で、UK 自身が、エイプリルフール限定の嘘ニュースを掲載したことに、橋を発している。 一本だけ書くつもりがまとめて3から4本書いた。その後もエイプリルフールに止まることなく、月に1から2本のペースで、新しい巨行記事を投稿を20本ほどたまったところで、巨行新聞としてサブページ化することを思い立って作成された。2008年に独自ドメイン名での運用が開始されるまでは、戦術のサイトのサブページとしての運用が続けられていた。 サイトの運営は創設以来、UK 一人のみで続けられている。かつて、京子さんなる秘書がいたとされているが、これは、虚構を、ローマ字表記すると、京子となることから考え出された UK のネタである。また、たまにネタを投稿したいとかこのネタを使ってくださいなどの投稿希望者や、実際にネタを送りつける別覧者があるというが、UK は、自分のサイト内で、 すべて完結したいとすべて断っている。2016年に行われたアメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補のヒラリー・クリントンが勝利する前提で挙行記事を用意していたが実際は共和党候補のドナルド・トランプが勝利したため該当の記事が遅ク入りになったこともあった。挙行新聞の名称及びサイト想定は もともと UK が住む滋賀県で観光されている京都新聞のウェブサイトを参考にして作成された。その後、朝日新聞、産経新聞、読売新聞などのニュースサイトを参考にして徐々に変更が加えられ、現在の形になった。虚構新聞は、そのすべてが UK 個人のネタで成り立っており、関心の高い有名な事柄を中心に採用しているが、 記事の内容には多くの嘘が含まれている。しかし、それは100%嘘ではなく、例えば虚構新聞は、虚構新聞社なる株式会社組織によって運営されているは、すべて嘘であるが、1880年4月1日創業や、社員数一人など、いくつかの真実を加えることによって記事が現実味を帯びるという絶妙なバランスを保つ仕組みになっている。また、 表示される広告の一部とお願いは本当であるとしている。また、UK 自身がインタビューを行った、車種が聞くシリーズは、サイト内では数少ない意図して真実が描かれた記事である。本当に騙される人が出ないよう、記事タイトル脇に白色でこれは嘘ニュースです、と書かれており、天才のためにコピーペーストしようとすると色が反転して気がつく。 という仕掛けになっている。しかしそれすらも確認されずに SNS 上で拡散してしまうケースもある。また2011年に東海テレビが引き起こしたセシウム酸騒動を取り上げた嘘ニュースをウォールストリートジャーナルが間違って引用したこともあった。そのため最近では冒頭の見出しで嘘の記事だとわかるようにもしている。UK は 虚構新聞は笑ってもらえる作品を作るという思いで嘘の記事を作成しており、鉄ッ像などで特定の考えを広めようとの思惑により、読者の考え方をコントロールしようという意図は全くないとして、フェイクニュースとの違いを強調している。執筆当時には本当になかったものが、その後現実のものになってしまう場合がある。虚構新聞において、 現実のニュースとなってしまった記事は、誤報となるため、虚構新聞社は、その都度、検証及び、謝罪記事を掲載している。以下、謝罪記事が掲載された例を示す。虚構新聞という媒体を逆手に取り、実際に起きた、虚構のような出来事をそのまま報じて、皮肉とする手法も見られる。以下に例を示す。2012年5月14日に配信した。 橋本市長、市内の小中学生に、ツイッターを義務化という記事をめぐっては、虚構新聞が配信した、虚構の記事であるにもかかわらず、車手有形のツイッターでの記事タイトル配信やた、サイトでの引用等を見て、事実と勘違いした一部のネットユーザーによって、当時の大阪市長であった、橋本徹が、大阪市内に在住する、 小中学生にツイッターを義務化したのではないかという流言非語がネット上で飛び交う事態となった。一部のネットユーザーやツイッター上ではこのような嘘の記事を配信する虚構新聞を批判する声が上がったがコラムニストの赤木智博は一見すると虚構新聞と明記しろといった主張が多いが彼らはタイトルに虚構新聞と明記されていなければ 記事を確認せずに信用してしまうのか他サイトにおいて有名人の集文のような記事が書かれ大手新聞社のリンクが貼られているが、リンク先は何の関係もない記事という騙しの手法がある。これらの批判をしている人は、こうしたデマに引っかかる可能性が高いなどとするコラムをジョルダンニュースに寄稿し、批判をたしなめている。 虚構新聞は5月15日、社主 UK が虚構新聞のツイッターを通じてこの問題についての見解を発表し、騒動を謝罪するとともに、騒動の発端について、橋本市長ならやりかねないというネットユーザーの反応があったと原因を分析、今後はより現実離れした虚構の報道を続けていくとツイッター上で表明した。嘘なら嘘と明記しろ。 記事のタイトルに、虚構新聞を入れるべきといった主張に対して、虚構新聞は5月16日、これら批判を完全に受け入れた形で、書店にレモン仕掛けた、京都、6800人が、非難という記事を配信した。この記事には、文中の至るところに、嘘という文字を散りばめ虚構記事であることを強調した。5月17日に虚構新聞のウェブサイト上でこの、 問題に対する公式見解を発表し、虚構新聞の実名掲載の基準などのガイドラインを公開した。なお、前述の嘘であることを強調した記事については、いくらなんでもやけくそ、怒られて拗ねた、小学生みたいなど、おおむね、大人気ないとの意見が集中したとし、たった一度リンクをクリックして、情報の真偽を確かめるだけの手間を惜しみ、タイトルだけを見て、 反射的、盲目的に内容を真実として受け止めてしまう態度こそリテラシー上問題があるのではないかと反論している。国連が2013年7月に定めた世界トイレの日に合わせ日本ユニセフ協会が世界の3人に1人がトイレを使えない現実を伝えるため見えないトイレを昭和記念公園に設置したプロジェクトをパロディとし掲示板 チャンネル元管理人の西村博が日本ユニセフ協会大使を務めていたアグネスちゃんへ公開質問状を掲載したことなどを動機として執筆2013年11月18日付で配信した記事が同団体からの抗議メールにより削除されたというもの。虚構新聞の公式ツイッターアカウントは記事について厳重抗議と削除の要請があったのは事実と 発表し、翌19日に報告記事を掲載した。記事では、教会の信頼を失墜させかねない内容なので削除を求めるという教会側からのメッセージに対しては、具体的に記事のどの部分が信頼失墜につながる内容だったのか問い合わせておらず、言論に対してあまりに暴力的ではないか、とメールの内容に疑問を呈し。 抗議のメールが来た事実を公にすることで議論が深まるのではないかと思ったとしている。ありがとうございます。